どうもどうもお願いします。今日は目黒のリクエスト企画をやりたいと思います。なんでだ、はい、ということで今日はこちら、じゃじゃん、足立区の桑袋ビオトープ公園にやってきました。ここに来たんですけど、何をするのか、もう前からね、目黒はどうしてもやりたがっていたあの企画をやりたいと思います。なんだよ、はい、え、もしかして野球ですか？やんないよ、野球なんでこれね、昨日忘れた。何やるんですか？違います、今日は題して目黒蓮プレゼンツザリガニ釣り合戦。イエーイ、目黒の特技は、ザリガニを釣ること。でもなんかリアルに YouTube のロケとかでザリガニ釣るのやったらマジで。ついにこの時が来ましたね、はい、どうですか？まず普通に最近、スノーマンお仕事が まあ、 ありがたいことに忙しいじゃないですか、はい、させていただいてますね、うん、だからまあ今日はこの時間はちょっとリフレッシュの時間、うん、あーいいね、ね、大事だよね、大事、リフレッシュっていうのは大事ですからね。あーいいね、待って、やったことない、やったことない、いや、やったことない人ばっかじゃないですか。俺めっちゃやったことあるわ。やったことある人、はいはい、あ、はい、あ、結構いるね。子供の頃とかめっちゃやったわ。まずは2つチームに分かれて、どちらがたくさんザリガニを釣れるか競います。制限時間は1時間です。じゃあ早速チーム分けの方をしたいと思うんですけど、はい、まあ4と5になるので、だから目黒はその4のチームに入ってください。あー強いからね、はい、強いから、殺人なんで、中枠だ、中枠です。バーで分かりました。あ、ここでもう終わった、イエーイ。でももう結果的にブルーだから、ベルベルになる。ちょっと多いんですか、こちらで。佐久間さん、引っかかんないな。バケツはどうされますか？バケツも、バケツは2個、チーム2個で。それでは早速やってみましょう。同時スタートでーす。いくぜ。やっぱ今、皆さん、お天候がね、よくですね、やっぱ、早くね、おい、じゃあない、誰のせいで雨降ってきたんだよ。見物じゃない、そうか、はい、釣りぞ、なんかポイント決めて。こんな盛大に俺釣り竿を釣って知らないから。俺いつも紐だけだから。すいません、なんかこの辺にも普通にいるってことですか？はい、で基本的に暗いところとかですよね、肉の方が好きなので。なるほど、こちら側向いていただいて、見て例えば顔の根元のあたり、はい、しばらく垂らして様子を見て、はい、まあ、ちょっと待ってから少し引き上げてみるとか、そういった形で。なるほど、いけるかもしれない。いけるかもしれない、はい、見たわ。ここの池、藤エビもすごく多い。お、いた、お、意外に。お、あー楽しいぞこれこれ超楽しいぞ。すごい、行ってみようかしら私。かからない、見たら別にね。お、釣れた、あ、来た、お、お、来た、よいしょ。え、やばいいね、あ、やばい、お前すげえよ、やばくねー、ビギナーズラック、やばくねー。水入れたのに、いや、もうここいるんだ、だから多分ここ多分この辺いる。やった、めっちゃ嬉しいでもさ、みんなで同じ場所行っても意味ないのか。じゃあこの辺行くよ。じゃあみんなヒットしたら、あの、言おう、ヒットしたって。全然ない、ほらほら、あ、ちっちゃいザリガニや。お、あ、見た見た、おったおった、ザリガニいるわ。おるわ、いるね、いる、工事のとこ。あ、引っ張ってる、ほら引っ張ってる、引っ張ってる、お、引っ張ってる、お、うわやらそこにいるじゃん、2匹ぐらい影が見えた今。早く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 。何やってんの？ごめん、今フィルにごめん。いいよ。いや、もうハサミまで見えてる。ここにザリガニがいるってことがちょっと分かった。何これ？ほら、分かる？俺のイカのとこにさ、ハサミが見えてる。なんかいるよ。
ミミズ？今もうね、ハサミだけ出てんだよね。それ捕まえろ、それ捕まえろ。あ、もうこれ、あれ？で、これをこれね、僕も、ああこれね、逃げんのよ、持って。あ、おお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 びっくりしたらダメです、今でもいるね。佐久間くんは昔どこでよくザリガニ釣ってました、うん、なんかよく、はい、家族で遠出したり釣るとするじゃないですか、はい、の途中でなんか良さそうな池あると父ちゃんが車止めて、あの兄弟、僕男兄弟3人なんですけど、4人でバーッて走ってコンビニ行ってイカ買ってこう釣るってやつよくやってたんです。へー、ほんとだからなんか、あとそこでここ捕まえられるなって分かるポイント見つけたら、うん、もうじゃあ今日ザリガニ釣りの日ねって決めてあの一番母ちゃんがつまらない一日を過ごす日イエーイ。イエーイ。結構ね、赤身の帯だね。え、でかっ。こいつ。イエーイ。すごい。目黒すげえ。いや、てかね、あれかかってるかかってるかかってる。マジで？目黒の近くの男。おーえー、すげえ。マジで。うまっ。すごい業務だ。すげえよ。ダメだ、もうわけわかんねえ。マジで。もうもはやもう目黒の運がやばい。すげえ。プロだね。なんか目黒の真似してるけど全然目黒みたいに行く気がしない。来た。え、おいけ、よっしゃー。あれ、たくまだけゼロ。いやもう絶対に来ない自信がありますね。てか待つのがやっぱ苦手なんで転々としちゃうんですよ、やっぱ。それが原因だって分かってるんですよ。はい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 。え、これザリガニじゃなくね俺。どこ来た来た。これこういう、ここにザリガニカニっているここ。あ、今掴んでたよね。あうぜあーイライラするこの野郎マジで。お、もしかして来たか。おい来たずらせ。ああ、だがこいつは子供だ。逃がす。逃がすな、逃がすな、逃がすな、バカ。うわあ！これはさっきのようだな。ダメなんだね。いや、ちょっと俺ダメっすね。大丈夫だ。あ、もう見てあれ。何が面白いのあれ。あれ撮って。全然もう何なのこの企画。いやもう釣りたい。おお来た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 。やりました。はい、全クリア。全クリア。超嬉しい。すごい。じゃあ俺ピーケット向こうに。おいしょ、来ました、来ました。佐久間の逆襲。佐久間の逆襲来た。やらせろ。お、すごい。あ、お、見た。すごい、すげえ。でこっ、でこっ、でこっ。あ、はい。え、水にここいるぞ。あ、かわいい。離せよ、お前。お
おい、待てよお前、やっぱ誰が似てる楽しいですね最高だわ。シュッ、やっぱここでさ、俺は2回逃がしてるから。もうね、ザリガニに遊ばれてるわ俺らが。こんなシュールなこと今までありました？もうこれセブンメン侍とかもさ、新しく入ってさ、やっぱいろいろ参考にするわけじゃない俺らのやつを、うん、見てもうなんだよいや、マジか。ヘガニにやっぱ疲れてないんだ。ヘガニもう、釣れた。起きた。すごい。起きた。すごいね。シュール。これで。うちのチームメイトかっけんだよ。ありなんすかね。あり、じゃあ。日曜日のおじいちゃんやな。うん。おじいちゃん、おじいちゃん、もう帰るよ。じいちゃん帰るから準備しててね。はい、終了、終了です。行きますよ。はい、じゃあ終了でーす。終わりって言ってんのにまだ突っ込んでる。はい、それでは終わりましたが。じゃあお互いね、成果の方発表していただきたいと思います。まずじゃあこっちから行きましょうか。まずじゃあ、まずバケツの数違うじゃない。こっち2個ありますか。あと最後の追い上げやったもん。やばかった。こっちはですね、4匹です。よっしゃちょっと、ね、まあ、それはさ、2匹2匹入ってるのかな。俺は、お、俺も1匹。え、コースすごくない。俺1匹。よいしょー。お、うわすげえな。どこ、カゴ、カゴ。コージ、ビルトネル。コージ、イエーイ。ラウル、ラウル。え、3人はおい、普通にそのなんかコミュニケーションを取ったって感じかな。ああ、こんなので一番最初に引っかかった俺だったの。そう。で、成果ははい、なんかこうでもそっちすげえ盛り上がってたしさ、仲良さそうだった。いや、こっちはまあ楽しかったですよ、うん、最流で勝負したから。ああ、マジで盛り上がってた。ラブルがマジで騒いでた。マジで悔しすぎた、ちょっと。まだ普通にこっちはね、まだ言ってないから。こっちの、まあ、ね、そっち。まあでも、1個っすもんね。バケツ1個だから。渋い、結構。同じは、29匹。見ます。出たよ、レッタよ、そう。うわぁ、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 女子じゃん。うわ、いや、キモ。うわやめろ。何年かいや楽しかったよ。俺初めてやったけど、マジで楽しかった。目黒はさ、目黒が見て誰が一番うまかった。こっちみんなうまかった。マジ、なんかチームワーク良かったですよね。誰か、みんな誰か一人連れたら、わ、釣れた釣れた、みんなすごい喜んで、バケツバケツバケツみたいな。ラウンドもちょっと悔しがってますし、まあ楽しみだったよな。だから次は全然プライベートでまたここに本に来れたら、そうです、いいなと思ってる。それか、まあ目黒のいつも行く、行きつけの、それこそ行きつけのラウンドで。ただ実際どうですか、皆さんやってみて。いや、楽しかった。楽しかった。やばい。どうでした。ない。途中でもう、途中からベンチでこうやって聞こえたんですけど、こうやってこっちのグループに向かって、目の前開けるから。こんな感じで。